毎回毎回乗る波が違うので、もう飽きないです。難しいよりは楽しいとか、なんかドキドキワクワクな感じです。プロサーファー前城陽人17歳、今年9月の大会でプロ資格を獲得。17歳のプロサーファー誕生は県勢最年少となる快挙でした。毎日海サーフィンしてなくても海見に来て遊んだりしてたので、もういつの間にかサーフィンにはもうしてたっすね。得意技っていう得意技はないんですけど、いろんな技を挑戦していく姿を見てほしいです。自宅から北谷町の宮城海岸までは歩いて 1、2分。幼い頃から宮城海岸が遊び場だった前城。まずこれからこれ。小学3年の頃本格的にサーフィンを始めると、小学6年の時サンタさんにお願いしたプレゼントは、サンタさんに頼んだんですよ、ボードを。それでちょっとクリスマスの 2,3 日ぐらい遅れて届いて、めっちゃ嬉しかったです。もう一番好きです。毎日違う波だし、で一日の中でも同じ波っていうのは来ないので、波も他のところと比べてもパワーがあって練習になります。父や兄もサーフィンをしていた前城家。そんな前城家にとって初のプロサーファー誕生は家族みんなの喜びでした。もう念願だった夢が一つ叶った感じですね、はい。このちっちゃい頃はあんま大きい波が得意じゃなかったので、その時はもう陸から見てて、お兄ちゃんのサーフィンとか見てて、まあ、俺もあんななりたいなとか、あんな大きい波乗りたいなとか、そんな気持ちで見てます。普段はもうしょっちゅう、まあ、お母さんと妹に怒られてる私の弟です。生意気な部分もあるけど一応可愛い弟です。こう語る10歳上の兄葵さんですが、いつも間近で見てきた弟のサーフィンをこう評価します。サーファーの中でもこの恵まれたスタイルで、結構身長も高い方で手足も長い方なので、やっぱもう乗っててもこの体を大きく使えるので、やっぱ動きもダイナミックなのと、技のキレもあるので、またちょっと本土の上手いサーファーとはちょっと一味違うこのサーフィンが売りだと思います。地元で鍛えたダイナミックでキレのあるサーフィン、その技術をさらに高めたのが地道なトレーニングでした。高校1年の時からトレーナーをつけ、バランスの良い安定感のある体作りに励みました。トレーナーさんがついたことによって、やっぱもう気持ちとかも上がっていったし、一番は転ばないことです。で、転ばないし、もうより良いパフォーマンスができて、そうして県勢最年少でプロサーファーとなった前城。これからは国内外の試合に挑戦していきます。日本だけじゃなくて世界行きたいです。まあ、宮城海岸で練習しながらも試合を回って、ゆくゆくはもう世界トップになりたいです。大好きな地元の海から世界を目指す17歳の挑戦は、その可能性をさらに広げていきます。